勝した時もそれを分かち合ったなんていう話を以前伺いました。だから優勝っていうのはね、本当こう後半戦になると潰し合いになって一人一人決まっていますけど、本当に実力だけじゃなくて運も、そして前の声援も、それが全部重なってこうきますから、もう豪栄道は悲願の大阪での優勝ということですよね。もう皆さんそれを期待してますからね。でまた本人もそれを望んでますし、それをさせてたまるかっていう、ね、そう豪栄道さんだけじゃないけど、自分が相撲とね、優勝してやるっていう意識にみんなが伝わってるんですか。さあ千代大龍とは13回ぶつかり合って、豪栄道7勝と白星1つ上回っている状態です。7勝ちょっとこの対決どうなのかなという要素。すいません、ちょっと水飲んでいいですか。水飲んの2本目になってますね。コーラも注入されています。今日の極道山さんです。いや自分もやっぱバリ切れないとカロリーそうですよね。でもこう皆さんもね、支度でその要は末席で見て、食べながら飲みながらバリ切れて、あ頑張れいけとか言ってね、こう両方応援してるんですよ。応援出すと盛り上がりますね。バリ切れてくるんですね。でも皆さんもこうやってネットでね、応援してこうパンパパンパ打ってくれて、それが一つの力になりますし、皆さん今見ながら何馬力入れてるんでしょうね。あなら焼酎入れるか、ワイン飲んでる人もいれば、職場で隠れて見てる人もいるかもしれないし、そうですね、そういう方、職場で今来てるよっていう方いらっしゃいますかね。それ運転中はダメですよ。ダメださすがに車止めてください、ね。止めてみてる方っていうのはいらっしゃるかもしれないですね。対戦立ち合いですよね。立ち合い、手をついて、行司さんも一緒になって仕切ってる感じしますけど、3人でなんか相撲取ってませんか。いやいいですねそれ。そうですよね、なんかこう好きなんでもご覧の皆さんもそうかもしれません。ここはあったんですが、あまりにも豪栄道というのやはあっさりと豪栄道の疑惑が混ざったかのような相撲。この人のタイプ、長い間声を失うようなそんなここ数十秒でしたね。相手見てましたね。張り出し、まあ、こう言ってますけど、これここですよ。ちょっとこの畑裏も2回目やってます、もうここでもう、もう防戦一方で、もう張っていった豪栄道に対してよく見てましたね。今日はここ一発目、まあ、こう当たった瞬間に1回張り、ね、この畑、その次まで2回目もここでまた畑くんですよ。今日はしっかり見てましたね。豪栄道勝ちました。大阪の方々、今日はなんか美味しい酒飲めるんじゃないですか。この後ですね、街に繰り出してパンパン行って、今日はそうだなとか言ってで明日貴景勝千代大龍が琴勝に行くとということになるわけですね。これは連日またさらにステージ上げてっていうことになってきますね。まず繁華街は今日は豪栄道さんの話をもうそうですね。うんちく言って、いや右が左がとか前がとかね、いや俺はこういう風にしたいっていうのが盛り上がります。いやいいですねそれも、はい。さあこちら玉鷲に鶴竜です。